おはようございます。ご視聴ありがとうございます。本日は新潟県長岡市早朝の長岡駅北口大手口にやってきました。新潟県内では新潟市に続き第二の人口を誇ります長岡市、中越地方では最大の都市と言ってもいいでしょう。早朝ということで辺りに人は全くいませんが、日中になるとにぎわいます。ちょうど長岡市の地図があったということなんですが、周辺は山に囲まれています。盆地のような地形となっていますので、日中は大変気温が上がります。この後向かうのは JR 東日本長岡車両センター。前々から行ってみたいと思っていたのですが、果たしてどうなってるんでしょうか。こちら長岡駅は新潟県内第2の都市ということで、東京と新潟を結びます上越新幹線乗り入れ駅となっています。頭上高架を走るのが上越新幹線、在来線で言いますと信越本線が乗り入れてる駅。早速ですが線路が見えてきました。こちらが信越本線、右を向きますと長岡駅、その先は新潟方面へと続いています。そして反対を向きますと信越本線直江津方面となりますが、お隣の宮内駅、上越線との分岐点となりまして、越後湯沢、水上、高崎方面へと続いています。正式には上越線宮内からとなっていますが、大半の列車が長岡まで乗り入れています。現在の時刻は早朝ということでだいぶ涼しいわけですが、日中になると暑くなります。長岡車両センターに急ぎたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。手元の時刻表を見ますと、上越線宮内発着の列車はありませんでした。すべての列車長岡発着となっていますが、現在宮内方面に向かって歩いています。ちょうど駅の中間あたりに JR 貨物南長岡駅があるわけですが、その反対側が長岡車両センター。この場所から歩いて約 2,3 キロ程度、しばらく歩きますと JR 貨物南長岡駅に到着しました。コンテナが積まれていまして、その奥を見ますと電気機関車、先ほどから入れ替え作業が行われていましたが、ちょっと様子の方見ることはできませんでした。正面には古希をたくさん見ることができます。南長岡駅ということになりますが、左を向きますと JR 東日本長岡車両センターとなっています。こちらの車両は長岡車両センターから出庫というとこでしょうか。現在旅客列車の配置はなく、電気機関車やディーゼル機関車のみの配置、一部の貨車も配置となっているようです。奥を見ますと国鉄型電気機関車が2両、手前には EF64-1051 号機、そして奥の赤い電気機関車はちょっと車番プレートの方見えません。正面入り口か定かではありませんが、長岡車両センターに到着。先ほどの電気機関車の話となりますが、長岡車両センターには EF64 型が4両、そして EF81 型が4両配置となっています。かつて長岡車両センターには115系の配置があったようですが、現在正面の車両、新潟所属の車両。そして奥の建屋を見ますと、一番左に観光用車両シュクラ、
そして真ん中に EF64 型、一番右に EF81 型を見ることができますが、ちょっと距離が離れてて見ることができないのが残念です。現在4機の EF64 配置ということになっていますが、本日見れたのは2機の車両。1030号機は現在長野の方に出張中。1031、1032号機、そして1051号機3両ということになりますが、2機しか確認することができていません。あくまでも推測の話となりますが、最近1032号機の姿確認することができていません。2022年3月のダイヤ改正で新潟地区の運行を終えた E127系、編成番号の方はちょっと忘れてしまいましたが、1032号機とこちら建屋の中で連結をされていたらしいです。ということで、先ほど留置されていました新潟所属の E129系、姿がなくなってしまいました。出庫してったというとこでしょうか。そして1032号機の話となりますが、先日 E127系と連結、転用なんていう話も出ていますが、果たしてこの先どのような動きとなるんでしょうか。レッドサンダーということで、先ほどから呼気の入れ替え作業中。正面が信越本線ということになりますが、この奥が長岡方面、そして羽越本線と続いて秋田奥羽本線、青森まで続いています。反対側で言いますと、信越本線から北陸本線に入りまして、大阪方面へ続く日本海側の大動脈、かつて特急雷鳥号や白鳥号、そして北越号なんてやってきましたが、現在は運行はありません。北陸新幹線上越妙高から新潟間を結ぶ白雪程度のみとなっています。まあ、早朝ということなんですが、本来この時間であれば大阪発新潟行きの583系急行北グリーン号なんてやってきたような時間ではないかなと思います。時間を潰し、長岡車両センターに戻ってきました。日中ということで現在炎天下、しかし動きがあったようなので再度見ていきたいと思います。 E127系 V12 編成と13編成、早朝見ることができなかったわけですが、どうやら上越線石打ちに向かっていたようです。その後、越後中里発長岡行きの列車に充当、正面には長岡に帰ってきた V13 編成の姿を確認することができます。上越線初運行ということらしいんですが、長岡にいたものの残念ながら見ることはできませんでした。約3ヶ月ぶりの運用復帰ということですが、本日この後夕方長岡発越後中里行きに充当されるんでしょうか。まあ、建屋の中ということでちょっと暗くて様子は伺えません。肉眼では見えるんですが、映像ではそんなに映ってないと思います。本来 E129 系が運用に入るということなんですが、 E127 系が代走、 E129 系に不具合があったようです。こちらが E129 系、 B2 編成ということですが、右には EF64 型、早朝を見ることができなかったわけですが、1032号機、以前 E127系と連結訓練が行われていたようです。一部の話では鶴見線に転属なんていう話もありましたが、今回の運用復帰でこの先どうなるのか、動向がさらに気になります。まあ、E127 系の方はいつまで運行されるか分かりませんが、機会があれば乗車見ていきたいと思います。まあ、ちょっと距離がありますが、 EF64、 1032と確認することができます。
はい、ということで本日は心臓配給や代謝階層配給を担当する EF64 型1030、31、32号機と所属します長岡車両センター見てきましたが、ちょっと距離があり見れなかったのが残念です。長岡車両センターのみならず動きがあれば今後見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、本当はこの辺りを EF64 や EF81 型が走行してくれればよかったのですが、そんなに都合の良い話はありません。だいぶ暑くなってきましたので、この辺で長岡から失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。本日の最高気温長岡市35度近くまで上がるようです。それではまた。